今日は非常に天気良くて、気温の方がお昼27度ぐらいまで上がる予報ですね。ですんで、このメッシュですね、靴下にフルメッシュパーカージャケット出してきました。非常に気持ちいい。で、今日の目的地が、これ行くの初めてなんですけど、徳島県の大川原高原っていうところを目指して走ってます。もうだいぶ山の方まで入ってきました。こっから多分まだ30分ぐらいかかるんですよね。で、何分初めて行くところなんで、途中携帯電話で道調べたりしながら、あ、川が綺麗ですね。ずっと山道を抜けていきたいと思います。で、今回からこのインスタ360 1X、 これを使って撮影をしていきたいと思います。360度カメラですね、縦も上も下も前後も左右も全て録画してくれるという特殊なカメラ。あまり自分は360度カメラ興味なくて手出してこなかったんですけど、 YouTube の動画でね、360 1X2 っていうのが出てて、それの紹介を何度か見てていいなと。特に画角をね、後で自由に編集できるっていうのは、まあ、教習所の中で一人で練習してる時とか、あとジムカーナの練習会行った時とかに、まあ、エリアのどっか真ん中あたりにね、自分がよく走る場所の真ん中あたりに三脚でぼっとカメラを置いとけば、後で編集で画角を追いかけることができるので、これ便利かなと思って購入しました。で、X2 買うのはちょっと使いこなせなかったとき心配かなと思って、X の方ね、1X。一つ前の方になるんですかね。ヤフオクで買いました。3万円ぐらいですね。非常に安く手に入りました。これで、もしうまく使いこなせなくても、全然ね、ショックは小さくて済むかなと。ちなみにこっちの GoPro の方もこれ7なんですね。今年買ったんですけど、中古でヤフオクで買いました。10まで出てるんですけど、これも GoPro 自体カメラをヘルメットに取り付けるっていうこと自体今年初めてやったので、ちょっとね、うまくできるかどうかの心配もありつつ安く購入しました。まあ、セブンの方は非常に良かったですね。10まで買う必要なかったかも。まあ、セブンで十分満足です。画質の方も揺れの補正の方も非常に優秀だと思います。道は合ってるんでしょうか。さっきナビ見るとね、ただただまっすぐなようです。438号線です。よく走ってたけど、めちゃくちゃ行き過ぎてます。おー、
すごい眺めやけど、見とれてたら落ちる。Thank you.